はい、どうもこんにちは、リオです。今回はスケシューを長持ちさせる方法を皆さんに紹介したいと思います。僕はスケートボード20年以上やってきて、今まで修具を塗ったりとかいろんな方法を試してきたんですけれども、今回紹介する方法がスケシューの見た目を損なわずに簡単にですね、誰でもできる方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、今回の方法を動画にするにあたって、このナイキ SB の新品の靴と、それからこの Rα を準備しました。でもこれで皆さん想像がつくと思います。スケシューのですね、この縫い目やそれから紐周りにこの Rα を塗ることで、スケシューの見た目を損なわずに頑丈に長持ちさせる方法っていうのを今回皆さんに紹介したいと思います。で、実際にですね、Rα を塗った後にこの後ですね、2時間ほどスケートパークにちょっと練習しに行ってきます。そして帰宅してどういう状態になったのかっていうところまで検証してですね、皆さんに Rα の効果っていうのをお届けできればと思いますんで、最後まで動画のご視聴よろしくお願いします。で、僕の動画ではこんな感じでスケートボードに関する情報やノウハウ、ハウトゥーや有益な情報を発信してますので、チャンネル登録といいねボタンぜひよろしくお願いします。あと概要欄にもインスタグラムのリンクなど貼ってますので、そちらもチェックお願いします。あとですね、動画の最後にですね、超重大発表があります。皆さんにそちら合わせてお伝えできればと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、新しいこのスケシューにAlpha をちょっと塗っていきたいと思います。はい、ということで今塗り終わりました。この距離で実際に塗ってるところってそんなに分かんないと思います。多分ですね、この辺に塗り終わった写真っていうのが多分出てきてると思うんですけども、こんな感じでほとんどですね、もう見た目が新品とかありません。例えば集合塗るってなると、なかなかこの新品の靴に集合塗るって結構勇気がいると思うんですよね。なので、一番おすすめな方法としては、最初はAlpha を塗ってボロボロになってきて、こう破けたりとかがっつり壊れてから集合塗るっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。で、こんな感じでちょっと新品の靴にAlpha塗ったんで、今からですね、この靴持ってちょっと滑りに行きたいと思いますんで、どのぐらいの状態になって帰ってこれるのかちょっと楽しみではありますんで、ちょっと今からそれを検証しに行ってきたいと思います。じゃあ今からちょっと滑りに行ってきます。さあ今からここで練習します。靴はまだ入靴のままです。さあどのぐらい削れるのか今から検証していきます。はい、ということで2時間パークで練習してきました。早速ですね、この靴どうなったのか皆さんに見ていただきたいんですけれども、多分今のこの距離だと正直あんまり壊れてるところとか汚れって多分目立たないと思います。なのでちょっと手元にある iPhone を使って実際にどういう状態になったかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、ということで今このスケシューを手元から iPhone で撮影してます。で、Alpha塗ったところですね、こういうつなぎ目ですね、つなぎ目ですとか、こういうところ、それから紐の周りですね、特にキックフリップオーリーをやる場合はここの紐が一番切りやすいです。なので、この辺も塗ってます。で、注意点としては、靴を履いて履いた状態で塗って、こうちょうどいい締め具合でやらないと、先に塗ってしまうとですね、ここがこう合体してしまうんですね、靴と。なので靴を履いた状態で一番いい状態でぜひAlpha をちょっと塗ってみてください。で、僕は結構この辺も塗ったりとか、このロゴのところも塗ったり、ヒールフリップとかするとこの辺まで削れてくるんでしっかり塗ってます。あとはこういうところもしっかり塗って、しっかりと対策をしてるって感じです。で、僕の場合のスイッチトリックもやるので、もちろんスイッチスタンスの方もですね、同じように塗ってます。で、この今ちょっと白くなってると思うんですけど、こういうのは多分摩擦でですね、こうなんていうんですかね、多分跡がこうついちゃってこう白くなってるっていう感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回紹介したこのスケシューを長持ちさせる方法、Alpha を使って靴のつなぎ目や紐周りに塗って破けにくくするこの方法ですね、ぜひ皆さんもしまだやられてないんであれば試してみてください。で、特にですね、オーリーやキックフリップなどの練習を集中してやってる人なんかは、多分何も対策してないと1日2日で多分紐が切れちゃったりとか、ちょっとこう縫い
縫い目のところがほどけてきちゃったりとかするんですけど、しっかりとこうやって瞬間接着剤アロンアルファを塗っていただければそういうほつれもなくですね、結構ですね靴が本当に使えなくなるぐらいまでずっとこの状態っていうのを保ってくれるんですよね。あとはこのオーリーの側面とかを修具で塗って補強していけばかなり長持ちさせれるんじゃないかなと思います。で、注意点としてはですね、今回アロンアルファを塗ったんですけど、100円ショップにある瞬間接着剤、安い瞬間接着剤などで対策をするとですね、結構ですねこの塗り跡っていうのが白くなりがちなんですよね。多分摩擦で擦れた跡とかが結構白くなります。で、アロンアルファだとそれが結構目立ちにくい、なので、ちょっとアロンアルファ高いんですけれども、そこケチらずにアロンアルファ塗っていただければ、こんな感じで見た目を損なわずに透け臭っていうのを長持ちさせることができますんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、今回透け臭を長持ちさせる方法について解説してきました。いかがでしたでしょうか。参考になっているという方はいいねボタンお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、それからですね、動画のですね、前半にお伝えしてました、超重大発表ということで、それを今からちょっと発表したいと思います。今回ですね、新しいちょっと企画っていうのをスタートさせます。で、なんとその企画がですね、プロスケータープライベートパーク付きのマイホーム購入への道でということで、僕は賃貸にずっと住んでるんですけれども、やっぱり、スケーターの夢というか、みんなこうマイホームいつか購入したいなって多分思ってる方もいらっしゃると思いますし、すでにですねマイホームお持ちの方もいると思うんですけれども、やっぱりスケーターだとですね、自分のプライベートのパークでいつも練習できたらなっていう憧れがある人って結構多いと思うんですよ。で、僕もずっとそれはもうスケボー始めた時から自宅の裏庭でスケボーできる生活が実現できれば最高だなと思って今までやってきたんですけれども、なんとちょっとその夢がですね現実になりそうだなっていうことで、プロスケーターになって17年ぐらい経つんですけれども、もちろんそのスケボーの収益プラスこうウェブで稼いでるプログラミングとかして稼いでる収益と合わせてですね、プライベートパーク付きのちょっとマイホーム購入っていうのをこれからやっていこうかなと思いますんで、僕自身そのマイホームもちろん購入したことないですし、初めての経験になります。で、もうすでにですねマイホームお持ちの方は、あ、こんなことあったなってことで多分思い出しながら楽しんでいただけると思いますし、多分若い方とか今賃貸でいつかマイホーム欲しいなっていう方は、どうやってマイホーム購入していけばいいのかっていうところも参考になる動画になると思いますんで、ぜひそちらの企画の方も楽しみにお待ちください。で、この企画はですね、多分こうマイホーム購入って多分1日でサクッと買ってすぐできたみたいな感じではなくて、多分半年とか1年とか、土地がなければ結構ねなかなか長い期間探すことになるんじゃないかなと思います。もちろん土地探しとかも住宅メーカーとかもこれから探していくような感じになりますんで、本当にゼロからスタートしていくと。で、家を建ててプライベートパークを作って、そこでさらにこういろいろ動画を撮っていこうかなと思いますんで、これからも楽しみに見ていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。またですね、引き続きハウトゥーですとかスケートボードに関する情報ノウハウ、それから先ほどの企画合わせて動画の方を配信していきますんで、これからもよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。